はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿五丁目兄貴金田ロッキーです。明けましておめでとうございます。さあ、新年一発目ですね。1月3日から1月9日までの皆さんの誕生月別占い出していきたいと思いますけれども、初詣行かれましたでしょうか？僕はね、大体いつもどうするかというと、まず近所のその神社、いつもお世話になってるというかね、お参り行きまして、何軒もあるんでね、何社もあるんで大変なんですけれども、で、関西行った時はまた遠いところの神社のは、まあ、あのお札もらってきて、近所の神社、いつでも行ける神社は神棚の方にはもうお札入れてないので、まあ、関西また帰った時にね、いろいろお札集めにまた行かなあかんし、この近所の神社もね、なんか行ってこう叶えてくださったりとか、お世話になってるところはもうとりあえず行きますし、1月全部かけていく感じですね、ご挨拶にね。そんな感じで、はい、大変なんですけれども、皆さんも行ってね、なんかお願い叶えばいいですね。はい、もうめちゃくちゃ寒いんですけれどもね、もう出るの嫌になりますよ。出るの嫌になりますけれども、出なしゃあないんでね、出ていきますけれども、はい、そんなこんなで皆さん風邪はひいてらっしゃらないでしょうか？コロナまで増えてるどうのこうの言うてるけど、数字的にはそんな大したことないんやろうけれども、やっぱりもうね、浅草も今日行ったらすごい人やったし。口から生まれた占い師、新宿五丁目の兄貴金田ロッキーです。イエーイ。街中いっぱいお正月で冬休みでぐわー出てきますので、そりゃその分増えるやろういう話で、うわー、もう先週の何倍になった、このまま行くと第6波が来て、 AI が計算した結果、何ヶ月後には何千人にまたなる第6波が来る、うわー、でそれ見てうちのおかんが、うわー、第6波が来るね、繰り返しじゃないですか。皆さん落ち着いてくださいね。まあ各個人も注射も2回打って、3回目打つ言う人は打ってもうたらええわけやし、手洗いうがいしてマスクしとったら大丈夫や思いますので、はい、そんなこんなでね、寒い冬乗り越えてください。寝冷えなったりね、インフルならんようにね、気をつけないといけないんですけど、はい、そんなこんなで早速占わせていただきます。はい、ではまずこちらのタロットカードで運勢そのものを出していきます。はい、ではこの出た目に対する提案、こちらの小禅タロットカードで出していきます。はい、1月生まれの方、吊り下げられた男の逆位置とイノセンス、無垢のカードが出ております。悪い時期ぼちぼち抜けます。ほんで、自分の、正直な気持ちに従って、子供心でというか、まあ、楽しみながらというか、まあ、無にしながらね、無心で無邪気にやっていただければいいと思いますので、まあ、あと要は自分がやって楽しいことですよね。はい、そんな感じで、もういらんこと考えすぎずに、あだこうだ考えすぎずに、いい方向には動いていきますので、それに乗ってしまえばいいわけですからね。はい、そんな感じでね、頑張ってやっていただきたいと思います。
2月生まれの方、女帝のカードの聖地とフラワーリングのカードが出ております。いいカードですよ。お金大丈夫、充実する。あのここでね、新年一発目ですか、ここで始めたことそのままもうバーン乗っちゃったらいいと思いますからね、あえてなんか躊躇せずにも始めてください。まだね、正月期間やからどうのこうのじゃなくて、もうバンバン進んでいけばいいと思いますからね。まあとはいえお休みの方もおられると思うんですけど、準備して1月ね4日5日かが仕事始めかな、そこでもバーン乗っていけるようにね、自分が楽しいこと、お金になることガンガンやってください。はい、このままの勢いで1年突っ走るでぐらいの気持ちでやっていけばいいと思います。頑張ってください。はい、3月生まれの方、世界のカードの聖地と We are the World のカードが出ております。これすごいな、和尚禅タロットカードと普通のタロットカードで同じようなカード、愚者とかね、両方あったりするんですけれども、ラバーズとかね、恋人とかね、ラバーズラバーズ出たら、これもいいもの、いい人出会う、恋人出会う、これいいでガンガン行ってくれみたいな感じになるんですけど、これも世界世界、はい、もうどんどん出て行ってください。もう周りの人と仲良くなって人脈広げて、それがまたね金の話呼んでくれたり、そんなんもありますから、恥ずかしがってる場合じゃないですよ。はい、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。はい、もう友達になるわ、友達に話しかけるは一時の恥、話しかけないのは一生の恥、そのぐらいの気持ちでね、もうガンガンもう出ていって、みんな友達になってください。まあ直接つながらへん人も出てくるのかもわからへんけどね、その中にはしっかりこう一生のお付き合いになる人も出てきたりすると思いますので、はい、今年はもうそんな気持ちでね、新春からそういう気持ちでもうガン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 行っていただければ結構でございますので、頑張ってください。はい、4月生まれの方、戦車のカードの逆位置とサイレンスのカードが出ております。ちょっとあんまりガンガンいけない部分あると思いますが、これね、強弱というか、いけないなと思ったらちょっと静かにしてみる、いけるときはまあいけばいいんですけれどもね、いけないときはちょっと落ち着いてみるというか、そんな感じでね、強弱つけてやっていった方がいいですよ。行ったらあかんときやのに無理行くと、こいつなんや、KY やな思われたりね、周りかき乱して終わるとかね、信頼なくして終わるとか、そういう風になりますので、行かないときは行かない、はい、そういうけじめをつけるのも大事やという風に思って、進んでください。はい、5月生まれの方、恋人のカードの逆位置と Beyond the Illusion、 幻想の向こう側のカードが出ております。ちょっと恋人できへん、いい人いいものできへん、夢見すぎちゃうか、夢ばっかり追いかけとったあかんねんで、現実をちゃんと見て動かなあかんねんで、でね、うちでもお客さんやっぱり20代前半ぐらいまではもう好きなこと言うてますわ、あだこだね、あそこが気に入らん、ここが気に入らん言ってね、そのうちだんだんね、文句も言うてられなくなってね、妥協することも多い、妥協せなあかんねんな、100% を自分の理想 100% の人は現れへんなあいうのがみんな分かってくるんでね、いろいろちょっと現実的なことを見て、恋人候補を選ぶ時もね、こう動くようになってくるんですけど、これももろそういう、そんな通りです。幻想ばっかり見とったら恋人できへんねんで、仕事相手そのものというのか、なんというか、夢ばっかり見とったあかんねんでと、夢語るのすき子ちゃんのね手相ってあるんですけれども、ビントロールさんのファンのね、ビントロミンさんも全員にこれ出てるそうなんですけれども、本当に面白いですよね。夢語るのすき子ちゃん線出てる人っていうのは、ああいうビントロールさんみたいな感じで、顔出ししてない、人たちにね、夢描いて、いろいろ想像しながらね、推しにしていくという、はい、そんな感じの人に出る手相があるんですけれども、はい、夢語ってるわけ だけじゃダメですよと、現実見据えた上で、動いていってください。はい、6月生まれの方、力のカードの逆位置とエクスペリエンシング、経験のカードが出ております。これね、ちょっともうイライラする、うまいこといけへん、それを経験にして絶対役に立つ時は来るでってことですので、まあここでイライラせずに、まあ 悪いことは悪いことでいいことなので、それをね、今後役に立てるようにするとかね、あと反面教師にするとかね、そういうちょっと逆の発想というか、いい風に取ったらね、自分にとってプラスに働きますので、そういう考えでやっていけば、いつかあなたが経験していることが、役に立つ日が来ますので、
はい、ちょっとまあまあ我慢も伴いますけれども、まあなんとか乗り切れると思います。頑張ってください。7月生まれの方、月のカードの逆位置とセレブレーション、お祭りのカードが出ております。悪い時期ぼちぼち抜けてきますので、まあね、こういう時にもういきなりまだちょっと地に足つけてやらないといけないんですけど、だいたい普段はそうなんですけどね、逆にこれお祭り騒ぎでガーッと勢い乗った方がいいと、勢いを作らないといけないというかね、うん、そんな感じやと思いますので、まあ珍しい出方やとは思うんですけども、うん、逆にちょっと勢いを作るというか、なんというか躊躇してたらダメですよ。いい時なので、乗っちゃえばそのまま流れ作っちゃえばね、意外とお なんやみたいな感じで注目度を浴びれるというか、なんというか周りも人がやってきてくれてね、楽しかったら手伝ってくれますので、はい、そんな感じで自分でやっぱりね、無理やり騒いででもというか、まあまあ、悪く言えば、よく言えばかな、悪く言えば騒ぐんか、うん、そんな感じでね、ほんまにいや騒いだダメですよ、アホや思われますよ、うん、ちょっと周りにこうね、アプローチしてみるというか、そんな感じで、うん、楽しさアピールしてみる、はい、ここに来たこんだけ楽しいことがあるんやで、それをアピールしてみる、うん、自分の周り俺はこんなに楽しいんやで、そのおかげでやっぱり彼氏彼女ができたりね、いい仕事のパートナー見つかったり、いい案件が来たりしますので、はい、そんな感じで、はい、ちょっともう楽しさを演出するというか、まあまあ本当にこう良くなるわけやから、楽しいわけやから、まあ演出じゃないですけれどもね、はい、楽しみながら、楽しんで楽しんで楽しんで楽しいよっていうのをアピールして、周りの人、いいものいい人を集めてください。8月生まれの方、運命の歯車の逆位置とヒーリングのカードが出ております。ちょっと歯車回ってな、お休みしてヒーリングが必要やで、歯車に対してもヒーリングが必要やで、メンテナンスが必要やでということです。心と体のメンテナンス、ここで崩れちゃったらもう逆にね、長引いちゃいますので、ちょっとその心と体だけじゃなくても仕事もちょっと一旦抑えて、うん、深呼吸してみるというか、一旦外に出ていったら、もう客観的に見たらいろんなこと見えてきますから、ね、自分では見えてないこと、他人のことは見えたりするじゃないですか、うん、でなんかね、スポーツやってる人でも自分のことは分からんくせに人のことはよう分かるじゃないですか。占い師も一緒やと思うんですけれども、ね、はい、そんな感じでちょっと歯車回すにはどうしたらいいか、ちょっと、一旦落ち着いて、ね、ヒーリングしてみる、ほんまに心と体ちょっと休めなあかん人は休んでいただいて、癒していただいたら、癒されていただければ結構ですし、はい、ちょっとそうじゃない人でもちょっと一旦お休みしてね、ちょっと一旦休んだらいろんなこと分かると思いますので、はい、そんな感じで、骨休めしてみてください。9月生まれの方、節制のカードの逆位置とレイジネス、怠慢のカードが出ております。これね、2通り取れるんですよ。なんかその節制的にバランス取れてないのはあなたがぐうたらしているからやなんですけれども、まあお正月だけや思ってね、やる人やったらもうそれでいいですし、お正月終わったらもうシャキッとしてやれるという自信ある人はやったらいいですし、ほんでそれか何ですか、さっきの8月と一緒でこれうまいこと言ってへんのはちょっと逆に力抜いてもう休まなあかんで、うん、もうちょっとやりすぎちゃうか、やりすぎでしんどいんちゃうか、ちょっと逆にもぐたーっとした方がええでっていうふうにも取れますからね、それ今の自分の状況を見て確かめていただいて、なこっちやな思う方はね、それ自分で選んでいただいて、ぐうたらするのかぐうたらしたらあかんのか、はい、それを自分で見極めた上でね、進んでいただければいいと思います。はい、10月生まれの方、強行のカードの逆位置とプレイフォーネスのカードが出ております。
これ法律ごと、結婚、転職、就職、ちょっと仕事がうまいこと言ってないとか、あなたの中でも一番重要なことがうまいこと言ってないとか、そんなことがあるのかもわかんないですけれども、まあそこは楽しみながら、はい、やっていけばいいと思いますので、ね、ちょっとうまいこと言ってないからこそ全部がまあなるんじゃなしに、楽しめるところは楽しんで、息抜きというかね、仕事でもだからもう自分の抱えてる仕事全部が全部もう今問題は最悪やなじゃないなくて、楽しい部分もあると思いますが、そこの部分を強調してね、生かしていけば、悪い部分をその なんていうか直すじゃなしに、いい部分を強調していけばいいと思いますので、そこの部分楽しんでやっていけば、また、運気もね、好転 していきますし、で実際に具体的にもその仕事の内容も、良くなってくると思いますので、はい、そういう気持ちで頑張ってください。はい、11月生まれの方、皇帝のカードの政治とスプレッション、抑圧のカードが出ております。自分の好きなことはできてんねんけれども、我慢するべきとこは我慢せなあかんで、はい、我慢しないと自分の好きなことでけへんでも取れますしね、はい、そんな感じで、あ、ここはちょっともう自重せなしゃあないな思う部分、そこは妥協してください。うまいこといく部分の方がこう可能 なんていうんですか、そこの割合の方が大きいと思います。自分の好きなことをやれるっていうのは幸せなことなんでね、その中で我慢しないといけないこと、妥協せなあかんことあるのは当たり前ですからね、うん、そこは当たり前やと思って、ここの部分がどうのこうのじゃなしにね、はい、例えばもうカップルでもそうなんですよ。70点80点タロットで出して出ればいいのに、 100% 完璧主義を求めてしまうとね、うまくいくものもいかなくなってしまいますので、その辺考えて行動してください。12月生まれの方、正義のカードの政治とチェンジ、変化のカードが出ております。バランス取れてます。心身のバランス、やってることに対しての見返り、2つやってる、2つ3つなんかやってる、バランス、なんなら二股三股かけてても今選ばれへんねやったらええでと、うん、ただぼち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 チェンジというか、その二つやってんのはええねんけれども、どっちかに選ぶというかね、その変化やっぱりしていかないと、あるいはその二つキープするためにはちょっと違う方法やっていかないといけない ねんでと、ね、大谷選手ここまで若さでガンガンやっぱり上り調子できてるんで、いいんですけれども、まあね、ぼちぼち大谷選手12月までちゃうな、俺もよう知らんけども、まあこれ例え話なんですけれどもね、もうぼちぼちこのね二刀流やんのはええっちゃええねんけれども、どっちかに重きを置いていかなあかんねんで、あるいはその二刀流キープするためにはこういうトレーニング法も入れていかなきゃいけないねんでと、うん、ね、慣れたしんだやり方でやるのが一番ええねんけれども、そういつまでも同じやり方でうまくいかないことも出てまいりますので、そこら辺のこの、ね、変化を受け入れる、はい、そういう柔軟性があったらさらにうまいこといくと思いますので、頑張ってください。はい、いかがでしたでしょうか。まあまあまあ今日の1月、1週目っちゃ1週目なんですけれども、まあとりあえずこれあれですよね、このままの勢いでいったら、ね、1月1週目のこのままの勢いで、残りの1年間行っていただいたらええねんでというか、まあまああんまり良くなかった人はね、注意すべき、点、毎週これもやっぱり変わってきますので、注意すべき点っていうのはやっぱり、こういうことやねんでということね、それ肝に銘じて頑張っていただいたらいいと思いますので、まあまあ誰でもこう波ありますので、下手したらもう日ごと波があったりもしますしね、はい、そんな感じで、いいのが出た方は、まあ、そのまま勢いに乗っていただいて、あんま良くないのが出た方はそこをちょっと自重していただいて、またいいのが来た時でもね、自分のなんていうか、気持ちこう、ね、だれないように、はい、いい時こそ買って兜の大しめろじゃないですけどもね、そういう気持ちで頑張っていただければいいと思いますので、はい、
皆さんにとってね、2022年が素晴らしき年となりますことをお祈り申し上げます。はい、本当寒いからね、風邪気をつけてくださいね。はい、では本年度もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。